テレビ朝日では、未来をここからプロジェクトの一環で気候変動問題など SDGs 企画をお伝えします。今日のテーマは、働きがいも経済成長もです。今注目の栽培方法で農業の未来に挑むリンゴ農園を取材しました。リンゴの生産量日本一の青森県。広大な園地が広がっています。 ここでは日本の新しい農業の形に挑戦しているんですこちらの園地で行われているのが高密植栽培です通常の栽培方法は木の間隔をとり1本の木を大きく育てます一方高密植栽培とは1本1本の間隔を狭めることで本数を増やし収穫量アップにつながります 面積あたりの木の数は通常の10倍以上また整然と並んでいることで剪定作業が簡単になり収穫までの時間も半分になりますこうした栽培手法はマニュアル化できるため労働負担が減り生産コストが下がるといいます日本ではここ数十年にわたり農家の高齢化や担い手不足により 収穫されるリンゴの栽培面積は減少傾向にあり収穫量の維持、農家の所得の確保など課題は多岐にわたっていますそんな状況を打開しようと動いた企業担当者は高密植栽培こそが打開策の一つになると期待を寄せています平均年齢が65歳から 8歳とか、多分そのぐらいの年、今、レンジになっていて、えー、っと年率1%とかで耕作放棄地が増えてるんですよね、若い農家の方が、円値を広げて生産能力を産地として維持することがあの重要だというふうに思っていて通常の30倍くらいの量の苗を植えるため、初期投資がかかりますが、そのリスクを取っても、未来のために農業の形を変えていこうとしています。 日本のこれまでの技術をもとに収穫量を大きく増やしさらに輸出ルートを広げることで海外市場でも戦っていけるようなりんご作りに挑戦しています。 こうした挑戦を続ける河合さんは、生産コストを下げることで農家の収益を上げる、それが担い手不足の解消につながるとも話していました。こちらの企業では、さつまいもやブドウなどでも収穫量を増やす栽培方法を取り入れています。リンゴ園地も今後さらに拡大する予定だということです。